あの、私そんなつもりで言ったんじゃないですもの。お前の性格からするとね、なんか言ってるに決まってるよ。えさん、お前ってこの子供の気持ちを中年の女が踏みにじることはないじゃないか。中年の女、私は何もね、いくらとは言いませんでしたよ。ただ自分の体験談をちょっと言ったまでですよね。ねえじゃないよ。こうやって泣いて本人が留守番をするとそう言っているじゃないかって。ちょっとヨト、カヨちゃん留守番、金田さん、はい、そりゃないだろう。お前それはないだろう。お前それはないだろう。なんですか今。なんですあの、例えば泥人形みたいな。見ました見ました。私は見ました。私は見ないよ。ビデオテープでもう一度。金田さん、はい、それはないだろう。お前それはないだろう。お前錯覚でしたね。錯覚だった。俺は見たよ。